ゴッドハルトハインリツィゴッドハルトハインリツは、ドイツの軍人。最終階級は、上級大将。司書では聖を、ハインリーキ、ハインリーチなどと表記することが多い。東プロイセンのグムビネン生まれ、ゲルトフォン・ルントシュテット元帥はいとこである。妻のゲアトルーでハインリツは、ユダヤ人の血が混じっていたが、二人の子供と共に、家族は、アドルフ・ヒトラーから直接アーリア人認定を受けている。 1905年にドイツ帝国陸軍へ入隊し、1906年には将位に任官した。第一次世界大戦では西部戦線及び東部戦線に従軍し、単年ンンベルクの戦いにも参加した。ハイン・リツイは東西両戦線での実戦を経て、1914年に二級鉄十字章、1915年に一級鉄十字章を受章し、大尉に昇進した。 第一次世界大戦後は、ベルサイユ条約で兵力十万人に制限されたバイマル共和国軍に選び残され、九百二十四年から二十七年は、第十三不評連隊の中隊長を務め、国軍省に移動、九百三十年に中佐へ昇進した。その後、九百三十二年に第三不評連隊の大隊長を務め、九百三十三年に大佐に、 昇進、1936年には少将へ、昇進、1937年に第16不評士団長となり、1938年に中将へ昇進する、ギュンタフォンクルーゲ元帥と会議する、ハインチ上級大将1940年に第7軍団長となり、その後フランスほか、西方諸国をめぐる戦いでは第12軍団を引た戦った。 翌1941年にはソ連への奇襲攻撃、バルバロッサ作戦で、ハインツグデイリアン上級大将を率いる第二装甲集団の敗下で戦い、1942年1月に上級大将へ昇進し、第四軍司令官となり、ソ連軍を相手に見事な防御戦術を確立したことから、結出した機行部隊指揮官、防御戦のエキスパートとして知られるようになる。 1944年には第一総甲軍とハンガリー第一軍を指揮し、スロバキアへのソ連軍の侵入を阻止した。1945年3月20日にはハインリヒヒムラーがバイクセル軍集団司令官を解任された後、オーデル川沿いにフィルステンベルクからバルト海までを防衛する同軍集団の司令官に任命され、柔軟な防御戦を行う。しかし、 その後、ベルリンの救援と、幾何部隊の退却などをめぐって、ビルヘルム・カイテル元帥と衝突し、4月28日に解任され、軍を去る。さらに、国防軍最高司令部へ出頭を命じられるが、エルビン・ロンメル元帥と同様自殺を強いられることを心配した、司令部の一隊員が、できるだけ時間をかけて出頭するよう混成し、その勧めに従い出頭したときには、 ヒトラーの死が発表されていたため死を免れる。その後、イギリス軍に降伏し捕虜となった。1948年5月18日に釈放され、バイブリンゲン近郊に陰性する。1971年12月13日、84歳で死去し、フライブルクの墓地に葬られた。リベルハート、ヒトラーと国防軍、岡本タスク役、現処房 1976年、ISBN4-562012641pp から203-207から20ありがとうございます。